シーバーです。ロスシーバーがインスタートを切りました。さあ、そして第1コーナーに向かう。さあ、各マシーンはバックストレートに入ります。このレインボーコーナーを回るとバックストレート、およそ 700m の直線があります。先頭は25歳のアメリカ人ロスシーバーです。はい、昔レースやってました方です。今回はフェイスブックのお友達で仙台の方から、地元の生ラーメンを送ってきていただきました。1989年のスゴで優勝した時のレースに、このラーメンを作りながら裏話を交えて行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、生ラーメン初めてなんでちょっとマニュアルを読まないと。丼用意してきましたんで 300cc このくらいでしょ。昔250のバイク乗ってたから、それより 50cc よりと今そうそう、それでね、スゴの F3000 の話なんだけど、それはね、予選は10番手と、ね、ポール取る勢いで練習会いたんだけど、予選はなんと10番手になっちゃった。なんで10番手なのって、オチはあるんです。オチは後からね聞いた話では、予選用タイヤじゃなかったという、ね、あのレースはね、前の日土曜日予選やって、日曜日の朝に朝のウォーミングアップ走行があるんですけど、そこでガソリン満タンして走ったら、なんと他の選手より1秒以上速くて、こんなに速く走っちゃっていいのって、もうみんなに品種を買って、主将はもう考えに行くしかないなと。今度は和田選手がですね、はい、小川選手を抜きに来ましたね。さあ26番ローラ T8950 の和田隆夫が素晴らしい走りを見せています。狙っているのが、ゼッケン16番関谷選手です。はい、さあその和田選手ですが、和田と言いますと何と言いましても、このシリーズ第2戦での藤田の走りが非常に印象深かったんですが、その和田選手のインタビューをお聞きください。天気はね不順なんで、ちょっと作戦立てるようがないんですけど、まあ10番手からのスタートですので、前が潰れるのをひたすら待つということですね。そして和田インを刺すか、和田がインを取る。さあどうか、かわした。和田が中谷をかわしました。和田3番手に浮上。いや、今の抜き方見てもですね、決して無理してませんね。しかし長谷部に激しくプレッシャーをかけます。和田隆夫、1コーナーで松本選手はスピンして、まあ、松本さんステアリングつけないでステアリング投げて降りちゃって、赤旗になりましたね。それまで予選10番手からガンガン追い上げて、ブレーキに物を言わせてガンガン追い上げて、赤旗になるまでに 3,4 番手まで上がったんですけど、早く話をしないとすぐ出来上がっちゃうの、これは。あ、それでね、今回のトッピングは海苔とチャーシューと卵、海苔と安全な卵、チャーシュー、以上3点です。なんだっけ、どこまで話したっけ。決勝レースね。決勝レースはスープはまた温めて、安全なゆで卵、また爆発しちゃったから安全なやつに切り替えました。バターを追加します。塩バター、コーンはないです今回。コーン出して、塩バター、チャーシュー、安全卵トッピング。なんか生ラーメンの方が簡単にできそうですね。あ、そう、それでね、だからあのレースの話なんだけど、それでピットスタートになって、ピットスタートはそれは違う、ピットスタートは富士のレースだ。で、スモーのレースは赤旗で3スタートになって、もういきなりスタートはうまくいって、2番手で。キーパー選手の後ろついてガンガン追い上げてて、もう富士の敵を取ってやろうって、キーパー選手をストレートでね、ぶち抜いてやろうと思ったんだけど、
なかなかレイナードストレート速いんでついていくの大変だったんですけど、1コーナーのブレーキ勝負で2を抑えられてたんですけど、アウトからかぶせてパスした途端に千葉選手インド遠赤にタイヤ引っ掛けてスピンしちゃって、私の一人旅になってね、いやーもうガンガン調子いいからペースを落とさないで14秒台でガンガン走っちゃって、和田選手なんですがなんともう1分14秒5まで縮めてますね。14秒台が出ました、はい、もう後ろと毎週1秒以上違っちゃって走れてね、お、巻いた巻いた、1分半は計で、お、それでね、はい、出ます、麺投入、ペースを落とさないで走って調子こいて走ったんですよ、ね、それだしたら全車ラップできる勢いでガンガン走ってて周回遅れのジェフリース選手に追いついちゃって、さあ和田高尾選手なんですが、あの周回遅れはどんどん入ってますので、はい、ちょっとラップタイム落ちましたね。それだとストレートめちゃくちゃ速くて抜けないんですよ。でラップタイムはジェフリース選手とじゃあ2秒ぐらい違ったんだけど、2秒違ってもスモーのコースは抜けないんで、よしもうちょっと間開けて最終コーナー全開で上がってきてストレートで並んで1コーナー手前で抜いちゃおうっていう考えでちょっと間開けてきたんですよ。でスピーカーがガーッと踏んできて最終コーナー上がってこようと思ったら、まだ最終コーナーの途中にジェフリス選手いて、おめえなんでこんなとこにいんだよっていう感じで、もうしょうがないアウトを避けたんですよ。アウトを避けたら6秒18というタイムです。さあ早いにしては、あーっとまだがコースアウト、さあ体勢を立て直せるか、大きくスピンした、あっと関谷のマシンだ、関谷の接触、ピットロードの入り口、いやこれはね岡田だと思いますね。岡田ですか、はい、さあ今の場面です。ここでさあこの辺りですね、はい、最終コーナーのアウト側極めてですね、もう、30周過ぎますとね、タイヤガスが、はい、あさあこれがこれがおそらく逃げた岡田、はい、岡田選手はタイヤが取りましたね、はい、大きくスピン、大きくスピンした途端に後ろから来た岡田選手と誰だったっけな、もう一人の人はうまく避けてくれたんだけど、岡田選手が因果に避けたもんだから私とね接触しまして、岡田選手大クラッシュで岡田選手の笑っちゃいけないんだけど、笑ったら怒られちゃうんだけど、岡田選手のタイヤが取れちゃって、さあこれがこれが岡田選手が逃げた岡田、はい、岡田選手はタイヤが取りましたね、はい、大きくクラッシュしちゃって、でね、私も実はねこれ内緒の話なんですけど、エンジン止まっちゃったんで、あのエンジンセルモーターついてないんでね、エンジン止まっちゃうと大変なんですけど、今だから時効だから言うけどね、あの下り坂を利用してうまく利用してエンジンかけて再スタートして、ただね後ろの左の後ろのタイヤが、左の後ろのタイヤが当たったもんですから足回りが壊れて、なんとか走れるには走れたんですけど大変な状況でした。こちらから SP ですね、もう左アッパー部分が曲がってますね。これまでですねもう車のもう挙動おかしいはずなんですよ、はい、それでも1分16秒台、中谷選手同タイムなんですね、さあ持つかどうかですね。あ、もうやばい、もうラーメンできちゃったよ。はい、ラーメンできちゃいがりました。はい、タイヤがね、取れそうになっちゃったんだけど、それで、まあ、あの、あと2、3周だからいいやっても我慢して走ったんですよ。ただ、
もうさあこれでファイナルラップのサインが 出ました。はい、さあラップに入りました。和田隆夫ついにファイナルラップに入りました。さあ中谷選手とあっとこのスタート大丈夫か、体勢を立て直した。第2コーナー大丈夫です。さあどうなるか、あと16秒。いや中谷選手との差が16秒なんですが、はい、もうさあ持つか、あっともうタイヤがほとんど取れかかっています。さあこちらを追い詰める中谷、中谷選手はガンガン追いついてきたんですけど、なんとか。さあ今年の初優勝を飾ることができるかどうか。去年の F3000 第6戦で優勝を飾っています和田隆夫、その帰りを待ちわびています。ピットクルーファイナルラップです。さあ一方中谷選手がどこまで追い上げるかですね。リアタイヤはこういう状況です。右コーナー、さあ SP のピンコーナー、そして今度はコーナーになってますね。はい、これ SP ですね。この後左カーブ SP アウトコーナーがあります。怖いのがこの後の最終コーナーですね、はい、左リアタイヤに全部ストレスかかりますね、はい、さあどうなるか、大きな右カーブ最終コーナー、さあ持ってほしい、てしまう、どうかマシンを懸命に操る、またさあ直線持った、直線に向いた、さあ中間さあ中間さあ優勝は和田隆夫です。すごいやりました。いやあところがですね、はい、中谷選手が、0秒55ですから、はい、その差がどうなるかちょっと計算したいと思いますね。とりあえず和田選手がチェッカーフラッグを受けたことはお伝えしますが、はい、正式なタイムはとりあえず公式の発表を待ちたいと思います。ゴールにたどり着けるんですけど、それまではねもうちょっと映像を見て笑っていただければと思います。じゃあラーメンもうこれ持ってきます。心配したんだけども、いや最終コーナーでねリース選手なんか急にアクセル戻しちゃったのか失速してね、それまあ避けたらねダート出ちゃって、で僕スピンでしょ、したら後ろから来てる岡田君にね、岡田君がぶつかっちゃってね、岡田君に悪いことしちゃったんだけど、うちの車も壊れちゃってね、アームが行かれてとかなんか知らない、ブレーキ踏めばねもうこんなだしね、最終ラップは飛び出すしね。まあ、しかしあの見ててもですね、画面を見ててもですね、片っぽタイヤが本当に完全に傾いてですね、これどこまで持つんだろうかもう心配だったんですけど、なんとかうまく戻してきましたね。そうですね。そうすると今日のレース振り返ってみて、大変自分では満足のいくレースであったと。そうですね、もうシャシーのシャシーとタイヤのセッティングがベストでしたんで、コンパ32秒差で渡辺さん、あなんですか、渡辺さんの勝ち、あそうですか、コンマいくつですか？コンマ3233。本当にギリギリだったのか。ブリッジギリじゃないじゃない。ここの人はもう。とりあえず優勝させていただきます。はい、というわけで優勝しました和田選手にインタビューしました。おめでとうございました。正式順位が確定いたしました。カーナンバー26番和田隆夫選手が中谷昭彦選手を抑えまして今シーズン初優勝。去年の第6戦に続きまして2度目の優勝を飾りました。熊谷さん、それにしましてもトータルのタイム差はわずか0秒32。そうですね、まあ、この差、まあ、中谷選手としては終わってみれば惜しかったなという気持ちもあるんでしょうけどもね、はい、とにかく今日のレースを見ている限り最後の最後まで努力して、そして自分で結果をつかみ取るといった ね、諦めないことが勝利ということだと思います。はい、出走23台中チェッカーフラッグを受けたマシンはわずかに10台でした。はい、出来上がりました。なんか写真にそっくりに出来上がりました。宮城県名取市の塩ラーメンです。パッケージと同じようにできました。美味しくいただきます。しばらく仙台シリーズが続くかと思いますので、また、ご覧いただきましたら幸いです。ありがとうございます。